あとはもうこれも先週もやったんですけど、はい、中国マネーが買いあさる北海道って、これはあの中国 の、 あの、はい、連続キャンペーン第2弾で文春がやってますけど、うん、スキー場のあるあそこを買ってるっていうのは有名だけどな、はい、あのなんだっけあそこのニセコ、ニセコを買ってるっていうのが有名だったんだけど、ね、うん、はい、その俺が驚いたのは今あの富良野まで買ってるって言うんだけど、そうですね、次は富良野だ、富良野あんなあのいいところ、いいところをね、はい、中国人が買ってね、うん、もっと驚いたのは星野リゾートトマムがいつの間にか中国の大手財閥のものになってたと、サミットかなんかで使ったんですね。あ、そうですね、はい、いいところなんだよなここな、はい、うん、いやだけどこれはまあその日本人は中国の土地買えないんだからね。そうです、だから相互性がないわけですから、うん、これキャンセルするとか、なんか国がなんか介入すべきですよ、うん、これアメリカと同じで、うん、ね、国家に安全保障上ね、うん、リスクがあると判断された場合は買い戻すというふうに、そう、ね、そう先週京都やったでしょ、はい、60件ぐらい間違ってるっていう、はい、だから政治家が不作為なんですよね、うん、はい、そうだな、相互主義にしないと、うん、そもそも最低限ね、そうそう、はい、本当そうですね、うん、まあ、でも中国 の土地買ってもいつ没収されるか分かんないから、お調子買えないけど、まあ、中国は実際買えないですから ね、 買えないからね、使用権みたいな、そう、はい、そうね、ですから、うん、あんなものに金出してたっていうのも笑いますよねあの中国人みんなが、うん、まあ、運用先がないから、うん、もうそこしかなかったんでしょうけどね、いやーこれは本当にちょっと考えたです、うん、本当ですね、うん、これニトリの社長ですよ、節操ないのはねないな、はい、中国の民族は頭がいい、我々の住んでは中国人なんだと思う、僕は中国の大ファンですとか言っちゃってね、うん、おべっかがやばいですよこれ本当にここまでやると、はい、ニトリパブリックは10年約6億5000万円を投じ、朝鮮市の高台に中国人向けの住宅を建設している。ニトリさんは北海道出身で、ニトリは勢いのある会社だったから、呼ばれた会には誰かが出席しないといけないと思ったのです、来賓に行ったのは中国領事館だったと記憶してますと、こう言ってるんですけどね、うん、はい、まあ、中国で生産して安く作って日本で売るっていうパターンでうまくいってきたんで ね、うん、そうですね、はい、この中国の民族は頭がいい、我々の先祖は中国人だったなんだと思うって、僕は中国の大ファンでそこまで言わなくていいんだけど、ニトリに事実を確認を求めたところ、まあ、はい、当時の取引先からの依頼を受けて行った事業です。北海道に保養先として興味を持たれた中国人に販売しております。他の地域では同様の事業は行っておりません、先祖は中国人発言は中国の方々に向けたものであったため、良い印象を持っていただきたいという気持ちから一種の比喩表現として申し上げてもらう何なんだよ、比喩表現じゃねえ、ここまで言ってね、はい、まあ、社の人たちは困ったのかもしれないけど、そうですね、うん、まあ商売人だからといってもね、ちょっと同行してはまあなですよね、このおべっか具合は、そうそう、まあまた新庄のしつこさのあれで、はい、サントリー新浪社長に警告、中国ビジネス拡大は人権だと助長すると、はい、うん、厳しいですね、まだやってんだよ、はい、そうなんですけどね、うん、これ、そう、言われてることは、うん、はい、そうなんですけど、はい、もうこれも頭抱えてんだろうね、新浪社長も、そうですね、あるいはサントリー の、 幹部たちは、はい、毎度やられてる、もう新庄はサントリーの広告入んないから、はい、もういいやと、ね、そうですね、もう振り切ってますね、そう振り切ってんだ、はい、もうサントリーの広告入ってたらできないよこれ、はい、だから結局そのジャニーズ問題で、うん、子どもたちに対しての、うん、まあ、反人権行為をしてたと、チャイルドアビューズだと、うん、子どもへの虐待してる企業はダメだというふうに、うん、まあ、ジャニーズのことを言ったんですけど、うんうんうん、じゃあ中国っていうのはウイグルで人権弾圧を散々やってるんだから、ええ、中国との取引やめたらっていうのが今回の記事ですよね。そうこれ言われたら、うん、商売人は大体中国とは取引してるんでまあ、これちょっと厳しいと思いますね厳しい、まあ、そうなんですけどね、そう新潮の言う通りダブルスタンダードだって言えばそうなんですけど、うん、なかなかこれ中国とのビジネスって、うん、今大企業でやってたらもうやめられますかって言ってやめられないですよ、ね、まあ、トヨタだって潰れちゃいますよ、うん、中国とのビジネス全部やめるって言ったら蒸し返されてるんだけど、はい、新浪氏は中国べったりの発言を繰り返していると、うん、日中関係が尖閣諸島を国有化して悪化した際にはやる必要のない喧嘩をしているのではないか、うん、経済界というのは
大変迷惑だ。尖閣諸島は日本の領土だが、一種争点はある。実効支配している中で中国を刺激する必要があったのか、なんて言ってるわけです、はい。それから、サントリー社長就任後もですね、これからの経営者はある程度のリスクを取ってでも中国とビジネスの関係を築いていく必要があるのではないかとかですね、はい。これは商売人としてはそうだと思いますよね、まあ、そうなんですね、本当に、はい、うん、そうなんですけどね、他社がやってる限り入らざるを得ないっていう、まあ、これはしかしビジネスがうまくいけば相手が犯罪者でも構わないという態度と捉えられても仕方がないのです。新浪氏は企業がジャニーズ事務所のタレントを広告に起用することについて、チャイルドアビューズ、子供への虐待を企業として認めることになると指摘している。にもかかわらず中国によるウイグルでの人権弾圧には法かむり、これを二枚舌と言わずに何と言うのかってもう厳しいんですけど、ね、そうですね、うん、それはその通りなんだけど、はい、もうチベットとかでむちゃくちゃなことを中国やってるわけですから、はい、ウイグルでね、まあ、そこまで言うなら、うん、週刊新潮だって、うん、ジャニーズ問題が出てくるまでに知ってたはずなのにやってないですけどね、うんうん、あ、そうだそうだカレンダー出してる場合じゃないだろう、そうそう、新潮がね、うん、ジャニーズと付き合いがあるから、うん、忖度してたんでしょっていうのがあるわけですから、ね、そうだよな、はい、うん、それはそうだ、はい、カレンダーどうした？そうですよ。と間接的サントリーはまあ中国大陸でのビジネスだからまあ間接的というかね、うん、あれですけど、ジャニーズとの直接のビジネスはね、うん、本当にそうね、まあ、人権的にはまずかったと、うん、まあ、思いますけど、うんうん、はい、